お待ちどうさま、荻原博子の危ないお金の話。今日はかんぽ生命の深い闇、郵政民営化の行き着いた先についてお話を伺います。荻原さんです。よろしくお願いします。荻原さん、前からね、やっぱ郵便局っていうのはやっぱりちょっとおかしいよとは、お金扱うにはちょっとやばいとこじゃないのって話はずいぶんされてましたよね。私は本当に郵政民営化の前に、直前なんですけども3回にわたって「週刊文春」でこれは危ないぞということをね、とうとうと書いたんですが、まあ民営化しちゃったんですけど、何が危なかった？まず、一つはその、あまりにもゆるゆるな、犯罪の多い体制だったってことで、もう一つは投資信託とか投資商品を売る体制になかったということ、それから、かんぽなんか本当に新商品を作っていけるのかっていう、だから郵便局そのものがこれ民営化して成り立っていけるのか、それを考えずにとにかく民営化って話になっちゃったので、それがまずかったと。でしかもね、そのさっき言ったゆるゆるのとこなんですけど、これ見ていただくと分かりますけど、これ2006年に郵便局の、郵便局というか2006年に、公館庁で懲戒処分された人の数なんですね。でこれ公になってるんですけど、ここを見ていただくと郵便局は他よりもダントツに多く、2859件、約3000件ですよね。そうすると郵便局って、これ郵便局の働いてる人にあれして割ると大体100人に1人ぐらいが何らかの形で懲戒処分されていると。でしかもこれはね、ちゃんと数字に出てきているものだけで、例えば懲戒免職ってあるじゃないですか。そうすると懲戒免職になっちゃうと退職金が減っちゃうんですよ。だから懲戒免職になる前になんとかこう取り繕って辞めちゃうって、退職金ちゃんともらっていくって人も結構いて、だからもしかしたらこの数字よりももっとひどい数字になっていたかもしれないぐらいの組織だったんですけど、2006年というとまさに郵政民営化が7年ですからね、竹中小泉改革でいよいよっていう時だったですよね。ですからそういう組織がその大きな郵政民営化ということで、民営化されたわけですよね。だから当時はね、民営化されるとこういうふうなゆるゆるの組織も、市場原理っていうか収益っていうものを一つの基盤にするからなんとかなるぞと、民営化すりゃこの体質も改まるんだぞっていうような話だったのが、今回見るとそうなんですよ。それで実は郵便局ってこの郵政民営化される前には、このなんていうのか、取り締まり組織みたいなのがあって、郵政 G メンと言われたんですけども、監察官みたいなのがあって、そこがもう結構警察権みたいなのを持っていて処罰して歩くみたいな700人ぐらいいたんですよ。ところが民営化と同時にそれも廃止され、コンプライアンス本部みたいなのができたんですけど、ここは単なるコンプライアンス本部ってお上品なコンプライアンス守ってくださいねっていうような一方的なそういうところだったんで、そこを取り締まる人がいなくなっちゃったんですよね。ですからそれしかも私たちは民営化の前はいろいろこういう資料請求することができたんですよ。ところが民営化して株式会社になってしまったので、こういうなんていうの、どういうことが中に行われているかということは全く分からなく見にくくなってしまう。ですからこの郵便局の中身が分からなくなっちゃって、特にかんぽ生命というのは非常にずさんな契約が多くて、総務省なんかは ABCD の5ランクで業務をつけてたんですけど、その業務の下から2番目のもう D っていうと最低ですよね、ほとんどね。 E って言ったらもうこれ論外ですから、そういうような組織だったにもかかわらず、もうそういうことを取り締まるところもなくなっちゃった。さて、それで民営化ですけど、さっきの出していただきたいんですけども、結局郵政っていうのは、一番上に日本郵政、これが全体を統括する会社ですよね。言ってみれば親会社、そこの下に日本郵便という、これは郵便をからやってるところで、全国の郵便局を、それでしかしここは、今度上場からも外されてますし、人数がさっき出てましたね。ここがですね、これです、19万人こういうわけですよ。郵政全体で22万人なんだけども、そのうち19万人はこの日本郵便っていうとこ。でこの日本郵便っていうのは何やってるとこかっていうと、ゆうちょ銀行かんぽ生命の商品をここで売っている販売会社ですね。だからね、日本郵便というのは郵便局、皆さん一番分かりやすく言うと、日本郵便って郵便局ですね。だから郵便局というのは手紙の集配から切手の販売から、まあ、ゆうパックを宅急便からやっていて、さらに今民営化されてからこのゆうちょかんぽの商品を窓口で売るようになって、ですから結局民営化したといっても手紙はがきまでこの普通の民営化しちゃうわけにはいかないので、国はここは実質的には国営として残すということで、結局その USA 民営化したんですけど、ここだけがだから上場しないと。そうなんです。だから収益性がないからね。だからここの日本郵政の株の3分の1は財務省が持ち、それからこの日本郵政がこの大部分の株を 100% ですよね。今ちょっと少なくなりましたけど、この大部分の株を持つという形で、ここはもうだから実質国営化なんですよ。そうですね。でここの2つだけは、株を上場して売っちゃおうっていう話。だけどそうは言っても、この日本郵便の、収益が日本郵政の株価に影響するわけですよね。100%、ですからここが収益体、言ってみりゃ先ほどね、郵便局は赤字だという話でしたけど、そのほっとけば郵便事業だけだと赤字だけど、それじゃダメだからってゆうちょとかんぽ、ここからの商品を販売することによって息をついているということですね。それでそれが大体収益が 4兆円ぐらいあるんですけど、売上ね、売上が4兆円ぐらいあるんですけど、こことここから来る手数料、だからこのゆうちょ銀行の商品、かんぽ生命の商品を売ることで得られる手数料がもうその4分の1の1兆円ぐらいなんですよ。ということはもうゆうちょとかんぽがこの日本郵便を支えているということで、この日本郵便はユニバーサルサービスなので、どんな離島でもユニバーサルサービスなので、例えば普通の会社だったら、もうすごいはるか遠くの離島に62円のはがきを1枚1日かけて届けに行って帰ってくるなんてことはありえないじゃないですか。ところがそれを全部法律で義務付けられてるんですよね。それは地域に必要だということでやってるわけですね。ですから某宅急便会社なんかはもう離島とか面倒なところは全部郵便局で出しちゃうっていうね、そういうようなことさえもしているぐらい、もういいように使われている。それから例えばこのゆうちょ銀行なんかでも今まだ国のあれですよね。そうするとやっぱり皆さんのためにあんまり送金手数料なんか高くしちゃいけないと。そうすると銀行が自分のところの支店間の送金よりも郵便局使ったのが安くなるよっていうことで、多量の送金をしてて、それがものすごい発覚して大変大騒ぎになったとかね、そんなようなことで、実はこの辺がものすごくいいようにまだユニバーサルサービスであるってことがいいように使われていて、だから赤字体質になってるんですよね。それをここで。そうですね。だから結局日本郵便っていうのはもうあらかたの人たちがこの日本郵便に雇われてるんだけども、ここはもう収益がもうカスカスでダメだし、上場もできないからゆうちょとかんぽで言ってみりゃ利益を補填させてあげてるという、これが今の郵政民営化の構造ですよね。だから本当にもっと言えば、日本のユニバーサルサービス、これは必ず国がやらなければいけない。そのユニバーサルサービスをこのゆうちょとかんぽが支えてるってことだ、ね、これがね、だから今の郵政、皆さんそこはね、郵政民営化ってもあまりピンとこなかったと思うんだけども、結局市場原理によって何でもやればうまくいくんだよって話だけど、市場原理になじまないものがある。それをちょっとこの辺のお金儲けができる金融業務でもって補填してやって、なんか全体をうまくやれ。それでこの日本郵便っていうのは、今年中にも第3回の売り出しをやって、株を売り出す、その株を結局震災復興の財源に使うとかっていう、国のメカニズムが入っちゃってるわけですよね。でしかもですね、この民営化したことでもうほとんどこのね、郵便局4社のトップは外人部隊になっちゃったんですよね。住友銀行とかで、私の親しいおじ様が聞いたら、もう本当に住友にいた方、横山さん本当に猛烈な方で、そういう方がトップに来て号令かけるじゃないですか。そうすると下の郵便局の人たち、どちらかというと今まで民営化の前はのんびりと割と仕事をしていた人たちが多かったので、もう号令かけられたらどうしようみたいなことになっていて、でそこでかなりいろんな、じゃあこうすればいいよこうすればいいよっていう、例えばこのゆうちょの今回の一番大騒動になったのは、ゆうちょの、売り方ですよね。保険、かんぽのね、保険の売り方、うん、それは、例えば保険を売った時に、まず売ってからすぐ売って入ってからすぐもう前の新規のものを新規に入れてから古いものをすぐやめると、これは 0.5 ポイントにしかならない。でもこれ二重に6ヶ月入らせておくんだったら1ポイントになる。二重契約ですよね。うん、それからもう一つが保険の空白期間と言われてますが、一旦やめた保険3ヶ月経たないと一旦やめた保険にすぐ入り直すと 0.5 ポイント、うん、ところがこれが3ヶ月以上経てば1ポイント、うん、っていうことは二重契約をしたり空白を設けたりした方が、要するに新規を取った方がポイントが上がるという。結局それは誰が考えるかっていうと、まあ業界でインセンティブっていうね、うん、手当をつく、そうするとどういうふうなことをやると手当がつくよっていうことでもって、うん、まあ末端の人たちを動かしてる、その手当のつけ方がちょっと歪んでたっていうことでしょうね。だから例えばね、そのかんぽ生命がなんかかんぽ生命も不思議なんですけど、本来かんぽ生命って、まあ、山田さんも予定率の話をしてますけど、うん、それでどんどん入れ替えさせた方がいいわけじゃないですか。それでまあ本来は入ってる人にとっては入れ替えがいいかどうか分からないけど、入ってる人にとってはねでも金融機関にとっては高い予定利率が安いねものに、要するに金利が高い商品をやめさせて、うん、安い商品に変えた方が負担が軽くなりますからね。だからね、それはもう民間はそうなんですよ。だから入ったらすぐやめられるシステムになってるのに、それもひどいんですけど、郵便局はわざわざこの6ヶ月設けてるっていうのは、やっぱりそういうことでどんどん入れ替えさせちゃう回転販売みたいなのが多かったんで、うん、それをなんとか規制しようと思って入れたのかもしれないけれども、うん、逆にそれを悪用している人が増えてしまったっていう。まあ、っていうか尻を叩く時はともかく、うん、新規を取れてるんだけど、うん、でも無理ですよね。だって今貯蓄全体がそんな伸びてないし、保険全体も伸びてないところにたくさん売れっていうことは、前のものを解約させるしかないわけですよね。でしかも郵便局の保険がいろいろ出してるんですけど、郵便局の保険は魅力的かって言ったら、うん、これ全然新規の郵便局の保険って魅力ないんですよね。うん、でなぜかっていうと官報の郵便局の保険出す時って新しいもの出す時って、郵政民営化法、うん、第138条4項というので規定で、とにかくもう全部オープンにして、さあこれでいいですかと皆さんに審査してもらい、それからそれはいけないっていう意見は全部パブリックコメントで集めて、それで皆さんが納得した上で新商品を出すということで、そうするとどういうことが起こるかっていうと、生命保険会社はみんな自分のとこよりもよかったら文句つけますよね。だからどこの商品よりも劣る新商品しか出せないという状況になってきて、もう本当に商品は売れないわ、どうしよう、ノルマはきついわ。でもそれって、うん、日本郵政の問題じゃなくて政府の問題ですよね。そうなんです。でもね、うん、そういうふうに民営化した時に、うん、民業を圧迫しちゃいけない。だからこれは官報もそうなんですよ。うん、官報っていうかゆうちょもそうなんですよ。ゆうちょもとにかくこの郵政グループは民業を圧迫しちゃいけないという変なおかしいですよね。だって民営化してるのに民業を圧迫しちゃいけないということで、それはやっぱり銀行とか生命保険会社の政治力が強いからですよね。ですからそれで今回官報なんかもその新商品も本当に魅力のない。ですからまあね、それは彼らがやったことは非常に問題なんだけども、うん、まああえて弁明してやると。うん、手足を絞られて、それこそ市場原理で勝てと言われてるわけだから。しかもTPP の時にはね、それこそかんぽ生命は自分たちもがん保険を売りたいと言ったんだけど、アメリカのアフラックががん保険やってるからそれは売っちゃいけないっていう政府が決めて TPP に入る時に約束しちゃった。と思ったら今度、いや郵便局全部でもってアフラックのがん保険を売りましょうそうすると完全にかんぽ生命を置き去りにされてますよね。今度だって作らせてもらえなかったですよね。そう、作らせてもらう。今度もかんぽの保険は売らないけどもアフラックの保険は自由に売っていいみたいな、うん、っていうのはなんかちょっと政治が入ってね。だからね、本来ユニバーサルサービスってものだったものを解体して民営化だと言って民間にしたと言いながら国営をまだまだ押し付けている状況の中で、じゃあどうやって生き延びていけばいいの？だからそこの解も出してないわけですよ。確かに地域に行けばそのまあ言ってみりゃユニバーサルサービスっていうか僻地にいるから郵便も出せないっていうようなことにはならないようにっていうのは分かるんだけど、それを言わだと結局ゆうちょかんぽっていう金融事業にしわしちゃったわけですよ。でもこの事業がまあ銀行が儲かってる時だったらいいんだけどね、今みたいなもう惨憺たる、だからここも新商品や魅力的なものが出せない。それからゆうちょもだってゆうちょというのは貸し出し機能がないですよね。だから普通の銀行の皆さんからお金を預かって、まあ、誰々さんの住宅ローンに貸してこっちから収益上げますよってことができないので、それなのにゆうちょの預け入れ金は1300万円からいきなり2600万円まで増えてしまい、かんぽの方も普通の生命保険会社って1億でも2億でも保険入れるじゃないですか。ところがかんぽはもう2000万円って縛りがありますから、細かいのをたくさん売らなきゃノルマが果たせないということで、もうこっちもこっちも本当に先細り、そうですね、だからまあそういう金融状況になるとこの2つっていうのはここが180兆円ぐらい持ってるし、ここが70兆円ぐらい持ってるし、この豊富なお金を運用してまあ言ってみれば利益を出したわけですよね、それが今できなくなる。でもね、そういう状況の中で民営化でこの日本郵政全体とすれば株を売り出さなきゃならないわけじゃないですか、そうすると株を売り出すには株価がある程度いい株価にしなきゃいけない。そうすると逆算するとそのためには利益がどれぐらい必要だ、売り上げがどれぐらい必要だとなると、じゃああんたのとこいくらあんたのとこいくらっていう、ここの社長さんたちが割り付けて下にいろいろやらざるを得ないわけですよね。だから本当にそういうのもあるし、あとこのかんぽ生命ね、私個人的に思うのはかんぽ生命4月に売り出ししたじゃないですか。で売り出しした時に本当にかんぽ生命の株を売り出した時、株をね、売り出した時に民営化のね、この4月ですよ。でその時2000いくらだっけ売ってるんですけど、それで2375円、これが今8月9日現在で1613円、4か月で3割も下がってるんですが、それはこの事件があったから下がったんですけど、それを社長は全然知らないのかと。いや社長ってその時に自分たちが不正があったということをね、だからこういう問題が起きるということが分かっていて売り出したんだったら、それはインサイダー取引になりますよね。だってすでにね、去年の9月分の調査を1月にしてたわけですよ。そこでいくつか問題が発覚してて、だからしてんじゃないかと記者会見で聞くと、いやそれは一部で全体はまだ把握できなかったみたいなことを言うんですけど、だって逆に我々勘ぐってしまうんですけどね、そのうちこれ大問題になるから早く株価の高いとこでもってね、売り出しちゃおうっていうふうに思ったんじゃないかななんていうふうに。いやだから、でも本当にそうだったらインサイダー取引で逮捕されちゃう。そのぐらいの問題ですよね。だから本当にしかもだから日本郵便は郵便局ですよね。郵便局はユニバーサルサービスを義務付けられていて、皆さんに本当に公的なサービスをちゃんとやらなければいけない。でもそれには財政がもう収益が全然上がってこないし、あと U パックも U パックすごい伸びてたんですけど、他のところよりもしのぐらい伸びてたんですが、最近もう人手不足と人件費の高騰でなかなかそれが止まってしまっている。ではがきもお中元とか年賀状、これも全然メールに押されて売れなくなって、もう年賀状なんかひどいのは、郵便局の局員に年賀状を買わせて自爆営業させていたとかね。でそういう中で自殺者が出るとかね、なんか本当にそういう惨憺たる状況。先ほど宮さん非常に非行体質がね、職場にあったということなんだけど、我々から見るとやっぱり郵便局の人大変だよね。だってほとんどみんなもう昔だったら売れる分売ってたらよかったんでしょうけど、やっぱり民営化されて収益出せっていうと、じゃあお前年賀状何枚売れとかね、この切手を何枚売ってこいとか、Uパックの罪をいくら腕とかって、全部そういうものがノルマとして課されて、ひい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 言いながらやって、それで一方では郵長の投資信託売らなきゃないし、官報政務売らなきゃないし、はっきり言ってね、今の郵長で売ってる投資信託とかね、それから官報の保険なんてのは、荻原さんクラスの人がいて説明しなきゃ分かんないのに、ほとんど普段小包を配ってるような人がですね、それをやるっていうのはちょっとした研修をしただけでね、いいですよね。だからそれは確かに少しは研修してるのかも分かんないけど、でも実際その人たちにが売ろうと思うのは、これを売ったらなんぼの手数料が入るんだって、もうそれだけしか頭にないっていうね。それでやっぱりその官報もそういうことで、やっぱりとにかく多分もともとがいろいろな犯罪体質はあったにもかかわらず、それがずっと郵政民営化で闇の中に葬られていて、そういう土壌の中だから風土もあるんですよ。でその風土の中にきついノルマが上から来て、でどうしようかってみんな思った時に、この手があるねっていうのがだーって広まったんじゃないかと思うんですよね。だからっていうか、インセンティブつければやっぱり高いインセンティブ、儲かる仕事にみんな流れちゃうっていうことなんでしょうからね。だからそこら辺のところが多分ね、トップは全くというか、トップは下がどうなってるのかっていうことが、やっぱり外人部隊じゃないですか、皆さんエリートの。そうするとでしかも皆さんエリートの外人部隊なのに、組織は旧態依然とした官僚組織みたいになっているので、じゃあ悪いことがいろいろ起きているのに対する報告は、いやそんなんでもないです、そんなんでもないです、そんなんでもないです、ほとんどないですみたいなね、上に行くとそんなことで、下の報告は全然上がっておらず、まあ上は上でだって上は上でとんでもなく自利品だから、じゃあオーストラリアのトールズを買っちゃおうみたいなね。これで2000万円ですか、4600億円ですってぐらいもう損失出しちゃうとかね、とんでもないいい加減つっちゃなんですけど、そんなことを上は上でそんなことばっかりやっていて、下は下でもう、いやじゃあもういいや、これでいっちゃおう、これでいっちゃおう、まあここまで今まで何も言わなかったからこの辺はいいかなっていうようなことになっちゃっていたってことなんだと思うんですよね。だから郵政民営化っていうのは本当に大丈夫だったんですかっていうね、今そういう問題がここからやっぱり今吹き出してると思うんですよ。で郵政民営化ってなんかもう掛け声だけで進んでるんだけど、気がつけばですね、最初に三井郵政から来た生田さん、それから住友銀行から来た西川さん、それで大蔵省の斉藤さん、みんなもうまあそれで東芝の西村さんもみんなこけたわけですよ。で今度事務屋のね、今言われた外事部隊がやってるわけだけど、どちらかというと実務者だと言われてるんだけど、まさか彼らもこんな問題が足元から吹き出てくるとは思わなかったんで、多分僕は郵政民営化自身がかなり危ないっていう今この信号が点明してるのが今度の事件じゃないかと思うんですけどね。だからね、このね、例えばこれゆうちょ銀行の変額年金保険っていうのを売ってるんですが、郵便貯金ね、ゆうちょ銀行、これね見るとメリットしか書いてないんですよ。このメリットはこうです、このメリットはこうです、この保険だけじゃなくて変額年金は危ないって話ですね。それでこれをねずっと下の方を見ていくと、これ7つ募集停止っていうのがあるんですよ。募集停止ってどういうことかっていうと、損が確定しちゃったから、もうこれ以上損が増えるといけないから、もう運用しませんよっていう商品ですよね。だからこれはさ、みんなね自分たちで運用したってよくわからないから、専門家の人がうまく運用して小売回りを約束しますよみたいな形で売ってたわけですよ。それが言ってみればもう損しちゃったから、専門家がやったけどダメでしたと。だから募集停止でそのまんま損は確定しましたよっていうのが7つもあるんですよね。でさらにさっきおっしゃった投資信託、これもね大変なことになっていて、今それちょっと郵便局行くと投資信託っていうのよく勧められて、こういうパンフレットがあってね、ざーっといろいろ並んでます。僕たちが見てもよくわからない。これね、今200ぐらいありますよ。200ぐらい売っていて、200以上売っていて、どんどん数が増えてるんですけど、この例えばですね、その200以上売ってる中で投資信託っていうのは1万円で売り出した時に、1万円で売りますよね。それが運用されてどうなったかっていうのは基準価格というのがあるんですね。で下の方に小さく書いてあるんですけどね。でこの基準価格が1万円を超えていれば、あ、儲かってたね、1万円を割っていれば、あ、ちょっと損してるねって話、額面割れってやつですよね。ところがこの1万円を割っているのが4割ぐらい今あるんですよ。だから皆さんこれからはね、貯蓄じゃなくて投資ですと言って勧められたもののうち4割がすでに額面割れになっていると。そうで、しかも郵便局で売られている商品のかなりの3割から4割ぐらいの部分が毎月分配型というタイプなんです。ちょっとこれを見ていただいて、これは某社の毎月分配型なんですが、外国の P 社ですね。 P 社ですね。で P 社の毎月分配型なんですが、これがまず1万円で1万円だから、例えば1000万円これに出したとしますよね。そうするとこれ1000万円で買われると、毎月、今だと 4万円かな、その前は 5万円っていうのありましたけど、4万円ずつ、配当が入るんですよ。毎月4万円配当あったらいいですよね。いいと思いますよね。で普通の田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんは配当って聞くと1000万円があって、それが増えた利息が月4万円ももらえるんだって、多分ね、売る方もそういうニュアンスで売ってるんじゃないかと思うんですけど、それ皆さんこれ買ってますよって安心できますよ。それがすごい売れていて、でじゃあどういうことになってるのかっていうと、これが基準価格、さっき言ったね1万円で出したものが一体いくらになってるのかっていうと、今もう。1万円が2000円台ですよね。1万円で8割がもう吹っ飛んじゃったっていう。吹っ飛んじゃってる。でどうしてかっていうと、結局そんな高い運用ができるわけもなく、 その投資信託の中からおじいちゃんおばあちゃんの1000万円の中から毎月4万円ずつおじいちゃんおばあちゃんに送っていると、しかもそこで手数料も 3% ぐらい稼いで、金融機関も儲かってると。だから結局金融機関、おじいちゃんおばあちゃんがもらってるお金と元金を合わせてももう1000万円にならない。そうですね。だから投資信託の場合、確実に儲かるのは銀行なんですよ。そうです。確実に儲かるのは銀行です。郵便局の出しました。ここにこう書いてあります。投資信託に関する手数料。販売購入時、あなたが買った時に最大 3.24% の手数料を取りますよ。だから1000万円払ったらば34万円いただきますっていう話。それで毎月投資財産の純資産額に対して最大 2.0869%、2% ずつ手数料を銀行がいただきますよ。今時 2% なんてのは金利でも来ない、それを平気で銀行は取っちゃうから、運用が悪かろうと基準価格が下がってようと、ポン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 ゆうちょ銀行、まあ銀行みんなそうですよね。だから銀行金融機関みんなそうなんですけど、投資信託を売って、私は投資信託買うなって言ってるんで、あれなんですけど、キャッシーですから、キャッシー荻原ですからね。で投資信託って例えば1000万円買うじゃないですか。それで窓口で1000万円買って、運用が良ければ増える、運用が悪ければ下がる。でも運用が良くも悪くもなく、為替も、株価もみんな一定だったと仮定して、25年経つといくらぐらいになると思いますか？預けた1000万円がいくらぐらいなんですか？500万になるんですよ。やっぱりそういうふうな、だから500万円は手数料。だからそうです。だから儲かっても儲からなくても銀行だけが取れるっていうだからひどい話ですよね。だからね、結局銀行にとっては一回、だから例えば野村証券が昔1兆円ファンドって売ったじゃないですか。ありました。で1兆円ファンド売って退職金をみんながつぎ込んで、山のようにつぎ込んだ人がいて、いきなり半額になっちゃって、ね、もうみんなこうなんていうの、ものすごい恨みに思っているような。でも人間って半分になっちゃうともうそれが売れないんですよ。ここで売っちゃうと損が確定しちゃうから、プロがね売り買いできるのは人のお金だから、ね、で庶民は自分のお金は売り買い、自分の汗と涙の結晶なので、下がっても持ち続けるしかないんですよ。そうするとあれでやっぱりね、野村さん2000億円ぐらい儲けてますよね。1000億円から2000億円。結局ね、まあ今金融庁が、貯蓄から投資だっていうね、まあそれは一つの理屈でありますよね。だけど今郵便貯金やなんか何してるかっていうと、もうとてもじゃないけども運用がうまくいかない、うん、それだったら運用で稼ぐよりも手数料で稼ごう、それだったら売った途端 3% 抜けて毎年 2% 取れる、うん、安心確実のとこでもって支えるっていうのは民営化で収益を上げるためにそういう手段を取ってるということですよね。だからそれでとにかく1兆円はそこからもらってるわけですよね。そういうことです、そういうこと、うん、だからそれだけの利益を、うん、じゃあね他で稼ごうと思ったらですからね、うん、今官報生命が問題になってるじゃないですか、うん、でも今おっしゃってる、うん、この減額年金にしても投資信託にしてもゆうちょ銀行ですよね。だから、ね、ゆうちょ銀行のうん、皆さん大体、うん、銀行とかまあ証券会社はもうみんな危ないと思ってますよね、うん、なんか怪しいと思ってますよね、で銀行も最近怪しいと思ってますよね、うん、ところが郵便局というのは、うん、もう本当に郵便局神話ってすごい強くて、そうですよね、郵便局の方がそうやって言ってくれるんだったら大丈夫でしょっていう、そういう思い込み、すり込みがすごく強いので、勧められると、はい、おじいちゃんおばあちゃん特に。だから今度もね、うん、まあ官報生命の問題に今脚光を浴びてますけど、うん、同じことが今ゆうちょ銀行のその投資信託で起きてるわけですよ。これから出てくるんですよね。でもこれを一緒の話、一緒の現場で起きてるわけ、うん、郵便局で。でもここに一緒にならない今一生懸命うん、日本郵政逃げてますけど、うん、まあ多分これはね。荻原さん追っかけなきゃいけない話じゃないですか。うん、そうだからまあ私官報のことを書いたんですけど、次はゆうちょのことを書こうと思ってるんですが、本当にねそういう意味では皆さん郵便局神話ね、うん、もう郵便局でも本当に民営化された郵便局は金融機関なんですよ。そうですね。ね、だからもう本当に気をつけなければいけないですよね。うん、私はね、郵便配達やったり切って売ったりしてる人たちにね、うん、この複雑化した金融商品投資商品ですよね。まあゆうちょ売ってるうちはいいけども、うん、投資信託とかね、保険が難しい保険、特に外国のものを組み込んでる、こういうのを売れる僕は資格がないと思うんですよね。うん、だから官報もともとは田舎のおじいちゃんおばあちゃんたちのお葬式代困るねっていうぐらいの発想で、小さい 1,000 万円までのものに、うん、まあ告知だけで入ればお葬式に間に合いにもらえるっていう、割と親切心でできたような商品ですよね。うん、それが郵政民営化されて、そうそう、立派な金融機関になりなさいと。そうなんですよ。それで無理こういうふうな収益とか株価のために、うん、みんなが骨を折って汗流して。まあ大損害を起こしていると。だから本当に郵便局神話、これ捨てた方がいいと思うし、これからみんなでやっぱりもう一回ね、郵政このままでいいのかと。で最終的にこれどんどん進んでいけば、この2社は切り離して売られちゃうけど、売られちゃっても大変ですよねこれ。でもそういうスキームになってますからね、これは2社は切り離して誰が買うんだろう売ってしまい、しかもこの郵便局はずっと残るということになって、また税金でね、うん、補填してだからね、結局この闇っていうのはまだ終わったわけじゃなくて、これはある意味で崩壊の始まりかもしれませんね。今日どうもありがとうございました。